マイネル・ハニーは日本の競争馬である。2016年のチャレンジカップの勝ち馬。11月15日、東京競馬場、芝1600メートルで行われたメイクデビュー東京にて、安城に内田博之を迎えてデビューし、逃げ切り、新馬勝ちを収める。2戦目となったベゴニア賞では再び逃げの手に出るも三着に、赤敗。 続く3戦目はやや出負けする形となり、集団から差を詰めるも後の菊花勝馬里藤のダイヤモンドの4着に敗れた。3歳初戦となった若竹賞から、かつて、栗田九社に所属していた騎手で、以後主戦となる柴田大地を安城に迎えた。レースでは再び出遅れ先段各馬を捉えきれず6着に、敗れた。続く、フリージア賞では、後発を決め、 そのまま鼻に立って逃げ切りに正面を上げた。重傷初挑戦となったスプリングステークスでも果敢に鼻を切りそのまま押し切るかに見えたところマウントロブソンに首刺されての2着となった。これにより本馬はサツキ賞への優先出走権を得たがローテーションや相手関係を考慮してこれを回避し日本ダービートライアルである青馬賞に出走することとなった。 迎えた青葉賞では再び逃げて、直線半ばまで戦闘を維持したが最後は失速し8着に、敗れた。トライアルには、敗れる形となったが、賞金順でダービーへの出走は叶った。ダービーでも鼻を切って、レースを引っ張るも、青葉賞と同様直線半ばで力尽き16着と、惨敗した。4ヶ月半の休養を挟んで迎えた10月の、アイルランドトロフィーでは、 小馬との初対戦となったが、クラシック戦線でも常に鼻を切っていったレースぶりが評価されたことと、本場にとっての適正距離と考えられたことなどから2番人気に押された。レースではやはり逃げ、直線でも後続を引き離しやわや逃げきじかと思われたが、ゴール前ハギのハイブリッドに刺され惜しくも2着となった。それでも3着馬には4番審査をつける内容であった。続く、 福島記念では、外枠から後発を決め、うちの2頭を行かせて3番手からの競馬を選択した。4コーナーから進出を開始し前の2頭をかわすと、ゴール前強襲したベルーフラを首差を抑え込んで、重症発制覇を飾った。4最初戦は、年初の京都金牌を選択した。スタート直後は行位につけ、最初の3波論の間に2番手まで押し上げ先頭を、 見る形でレースを進めた。4コーナー入り口でペイシャフェリスをかわして先頭に立つも、やや早いペースが響いたか粘りきれず5着に敗れた。年明け初戦となった2019年1月5日の中山金杯は勝ち馬から0.3差も11着。2月いっぱいで栗田博則長教師が定年で引退となり、3月1日付で栗田徹り級に移籍した。 その後も大敗を繰り返し、2021年2月28日の中山記念13着を最後に現役を引退し、JRA バジ公演で誘導馬となる。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。エンジェルフェイスオー,ー,ーカイ回避マイネルハニーは、サツキミオクリカ、スポーニチアネックス。 2016年3月26日、マイネルハニーが、重傷初勝利競馬のチャレンジカップ、日本経済新聞ウェブ版、2016年12月10日、2016年12月26日閲覧、京都金牌、マイネルハニー5着で、重傷連勝ならず、柴田大騎手、ちょっと時計が早かったスポーツ放置、2017年1月5日、2017年1月10日閲覧、 3月1日付、天球馬一覧。日本中央競馬会。2019年8月12日へ閲覧。マイネルハニーが競争場登録抹消。日本中央競馬会。2021年3月5日へ閲覧。マイネルハニー競争成績。ジャビスサーチ。公益社団法人日本軽主場協会。2020年10月17日へ閲覧。 マイネルハニーの競争成績。寝とキばネットドリーマーズ仕様。リミテッド2020年10月17日閲覧。ありがとうございます。